今日はどうするの？また来てね。何か提案があるのか？意見があればいつでも来い。何か提案があるのか？意見があればいつ。どの任務を引き受ける？またいつでも来い。ライナーとベルトルトの手からエレンを奪還した後、彼は調査兵団を支える優秀な兵士として着実に評価を高めていった。だが彼の求めるものは評価や名声ではない。5年前のあの日から彼が抱き続けた願いは、己から全てを奪った仇敵を討ち果たすこと、そして巨人の手に落ちた故郷を取り戻すことだ。それだけを胸に彼は幾多の視線をくぐり抜け、兵士としての力を磨き続けてきた。そしてついに決戦の時は訪れる。これは名もなき兵士が残した最後の記録である。なあ、俺たちこれからどうなるんだ？まずはエレンの力について調べることが優先だろうけど、具体的なことはわからない。今までとは状況が違いすぎるよ。あの、皆さん、なんだか妙に騒がしくありませんか？ああ、言われてみりゃそうだな。後で様子を見てくるか。お前たち、急ぎ戦闘の準備をしろ。戦闘？何があったんですか？ウォールローゼ壁内にまた巨人が現れたらしい。それも以前とは段違いの数の。偵察班によれば、巨人の群れは
ウォールシーナへと一直線に向かっているようです。その中には先の騒動の際にも姿を現した獣の巨人の姿を確認したとの報告もあります。やはり三兵団の総力を結集し緊急防衛線を敷くのが最善であろうな。はい、ウォールシーナの陥落は人類の滅亡を意味します。それだけは避けねばならない。我々が一致団結して人類の危機に立ち向かうか。面白くなってきたな。どうやら依存はないようだな。憲兵団は引き続き市街地で避難民の誘導を進めてくれ。駐屯兵団はピクシスを中心に緊急防衛線の準備を。調査兵団は偵察を続けろ。巨人の動向から目を離すな。はっ！エルヴィンどうした？クソでも我慢してるような面だな。少し気になっていることがあってな。お前たちはあの獣の巨人についてどう思う？ウトガルド城での戦闘記録を見たんだけど、獣の巨人の戦い方は知性があるとしか思えないものだった。そしてこの状況から考えるに、おそらく奴は他の巨人にはない未知の力を持っているのかもしれない。それだけ厄介な相手がここまで目立つ形で策もなく攻めてくるはずもない。エルヴィン、てめえ何が言いたい？リヴァイ、お前に頼みたいことがある。一大事だね。さあ行くよ。敵の数はどうだ？まあ聞くまでもねえか。私たち本当に最前線で戦うんですか？あんな大軍相手にどうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら人類は。注目！これより我々は巨人との決戦に臨む。ウォールシーナの陥落はすなわち人類の滅亡を意味する。ならば我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。皆心して戦え。心臓を捧げよう。今この時この一戦に人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。後から来てくれやいい。俺も行くぞ。最終防衛線を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。戦闘は調査兵団と駐屯兵団に任せ、憲兵団は拠点の防衛に専念するぞ。よっと、相手になるよ。
るの？もう世話の焼ける。救援の縁談か。あそこは防衛線拡大のため欠かせない要所だ。加勢を急げ。拠点を設営できねえ。手を貸してくれ。頼む。防衛拠点を増やせれば防衛線を拡大できるんだ。よし、無事に拠点を設営できたぞ。ここからは俺たちも加勢するぜ。やるよ。による被害は甚大だ。聖藩、獣の巨人の討伐に向かえ。キッツさん、続いてください。おい、あれ式の巨人に何を手間取っている。よっと、片付けよう。相手になるよ。この怪我では。頼む、私の代わりにこれを使って防衛拠点を設営してくれ。いっちゃあ！くっしょ。負けるわけにはいかない。ウォールシーナを突破されるわけには。防衛線はまだ破られていないな。このまま維持せよ。ありがとう。無事に防衛線を拡大できた君のおかげだ。防衛線の人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。こんなもんだ。応援団、助けが必要だな。始末してやる。やるよ。巨人が進路を塞いでる。これじゃ進めないよ。どうしたら。なんとかして切り抜けないと。よっと、始末してやる。ありがとう、おかげで助かったよ。よし、僕たちも防衛線に合流しよう。ええ、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。よっと、獣の巨人、
想像してた以上だよ。他の子に構っている余裕はなさそうだ。やるよ。こいつを殺しさえすれば投石はやむ。何としても倒すぞ。はい班長、見ていろ獣の巨人、お前さえいなければ人類は。班長、人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。よし、このまま防衛線を維持し続けろ。巨人の狙いは何だ？シーナの内扉が破壊されました。内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ速やかに超大型巨人を討伐せよ。壁外への壁を破壊されれば人類は敗北する。奴が壁に到達する前に仕留めよう。逃げられたか。だがこれで投石はやんだな。阻延弾、助けが必要だな。やるよ。まだだね。では防衛線を突破される。何としても死守せよ。よっと、はっ。
などに負けてたまるか。こんなの絶対勝てっこないって。誰か助けて。このまま次だ。拠点は頼んだ。相手になるよ。さあ、ごめんね。決まってやる。おかげで助かったぞ。これならまだやれそうだ。あんたたちについていった方が生き残れそう。一緒に戦わせてよ。巨人が壁に接近している。蹴破られる前に討伐せよ。よっと。せっ、さっ、はっ、相手になるよ。さっ、やるよ。はっ、さっ、こんなもんだ。てめえは必ずぶっ殺してやる。あのデカブツ面倒だな。このままじゃ一緒に戦ってほしい。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。こののっぽ野郎が。てめえはここでぶっ倒してやる。リコさん、コニー、任せとけ。もう迷いはない。今度こそは必ず殺す。兵長、任せます。お前に続こう。ベルトルト、よくも裏切りやがったな。かかってこい。お前なんかには負けねえ。ピンコさん、またか。あんなに来て。ようやくお前らと決着をつけられる時が来たみたいだ。信じたかありません。でも仲間たちがお前のせいで死んでいった。敵を取らせてもらう。巨人の足を止めた。取った。エレン、
お出ましか。あれは。やはりそれが狙いか。リヴァイ。おい、待て、エレン。エレン。奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな。リコさん頼みます。こんな時に立体機動装置の故障か。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し奴を追撃せよ。大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きている限り外扉の安全は保証できない。よし、鎧の巨人の動きが止まったか。みんなよくやってくれた。兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を食らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ、今行く。
いつ結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄いだ。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。俺たちの故郷を。